フラッシュ134東京後楽園ホール大会第1試合がいきなり因縁決着戦と相なりました。南雲大輝対するは久しぶりに出るか、出ました、フラッシュバック、堀井翼。掴んでの攻撃は反則ですから、掴まないよ、限定の対象になります。まだ続けています。クラッシュライト級の一戦です。あ、グローブ合わせませんでした。都合4度目のマッチメイクとなっています。ライト級3分3ラウンド、3ラウンドで決着がつかなかった場合、1ラウンドの延長ラウンドが用意されています。さあ、ラウェイサンダーかラッキーパンチか、因縁決着戦。今ゴングです。放送席解説はクラッシュエヴァンジェリスト石川直樹さん、ゲスト解説に K-1 ワールドグランプリスーパーライト級チャンピオン山崎秀明選手、そしてゲストにガリット中から福島義成さんにお越しいただいております。お三方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石川さん、はい、右、おお、いいタイミングでしたね。いきなりとんでもないカードがマッチメイクされましたね。はい、もうこれね、今度こそっていう期待を込めてのね、第1試合ですから ね、 ね、はい、左のローキックは投げもです。サウスポーに構えます。対するオーソドックスは堀井翼。さあ、山崎選手はこの堀井とこの後楽園ホールで戦った経験が終わりですね。そうですね、やっぱりでも堀井選手結構リーチも長いんで、まあ、ステップワークもすごい上手なんで、はい、まあ、今回4度目ということでちょっと期待したい部分が大きいです。なるほど、はい、うん、あ、バカブロー、こんな引き出しもあるんですね、山崎さん。いや、まあ、結構トリッキーのファイターなんで何出してくるか分からないですよね、正直。南雲選手 も、 でもすごい体仕上がってますね。そうですね、まあ、南雲としては石川さん、はい、これ実質ですね、 K-1 ジャパングループに来て、試合をして勝ったということはないんですよね。そうなんですね、はい、でもね、あの、今度こそ覚醒してくれるんじゃないかっていう期待を毎回持たせてくれる不思議なファイターですよね、うん、でもそのポテンシャルはどっちももちろん あるので、はいはい、ね、あの、開始早々のミーフックもいいタイミングでしたし、うん、パンチの当て感はね、だん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 一戦ごとに上がっているような気がします。そうですね、まあ、地上で最も過激な格闘技と言われたラウェイの日本人初の現地でチャンピオンになったこの南雲大輝です。そしてゲストのガリット中福島さんはこの第1試合注目されているというお話でした。はい、すごい話題になってたんで、僕あの豆知識をずっとここで披露してるんですけども、はい、もうこの一戦だけで1日過ぎましたから、その情報量が。そうですか、はい、それぐらいの情報量があったと。そうですね、左のボディ、ちなみにこう、あ、バックハンドブロー、もう一発です。はい、今側頭部を捉えたんですが、はい、福島さん、はい、こう気になった豆知識情報ありましたか？あ、はい、あの、南雲選手なんですけども、はい、初めてバック転できた日、今でも覚えてるそうです、はい、試合にはほとんど関係のない僕は最高です。なるほど大好きな左ボディです。まあ、ただ石川さん、これ南雲、はい、あの、機械体操のバックモンがあるんですよね。そうですね、あの、ラウェイサンダーかもしれない技を前回見せてくれたんですけどね、うん、あの、リング上で前回り前中をしてかかとを落とすっていうね、はい、あれは本当に相当の身体能力がないとできない技ですからね、うん、はい、そして今日南雲は右の前手でのフック、これを多用。対する山崎さん、はい、堀江はこうバックアンドブローに行くようなアクションが多いですよね。そうですね、まあ、流れの中で体が反転したタイミングで出してるんだと思うんですけどね、うん、まあ、うまいことこうパンチを力逃がしていなしてるなという印象はあるんですね、はい、お、ここはソバットを出していきます。南雲スピンキック、バックアンドブロー、お互い回転系の技を出していきます。連発します、ここで第1ラウンド終了です。何かこう独特な2人の空気がリング上あります。西川さん、はい、1ラウンドの印象をぜひ聞かせてください。そうですね、まず南雲選手の、左のローキックがまたね、一番最初の時よりローブロー当たらないことを心配してるんですけど、今回お互い意識的に気をつけてるのかなっていうところがまずちょっと安心しているところなんですよね、はいはい、あとはですね、両者ともにやっぱパンチで倒しに行こうっていうところ見えるので、はい、これちょっとね、今若干ですけど単調になっちゃってるところがあったので、2ラウンド目以降はしっかりと組み立てながらその積極なパンチを当てるっていう展開を見たいなと思います。山崎選手、はいはい、選手の立場からいくと、はい、まあ、南雲は3度ローキックでローブローになってしまった、はい、やりづらい部分であるんですか？正直ちょっと次蹴りにくいという部分はあると思うんですけど、まあ、蹴り方の部分でも修正してきてると思うので大丈夫です。なるほど、はい、初めてこの2人第2ラウンドに入るということになります。前回は第1ラウンドで3発左のローキック、ローブローになって試合が終わりました。初めての第2ラウンド、
これお互いどういう出方をしてくるか、近い距離です。まあ、でも堀井翼選手は今まで見た顔の中でもちょっと覚悟決まってる顔しているなっていう風に僕は見えますね。山崎選手との試合の時よりも、はい、そうですね、いい顔してますか。なんかいい顔してるなとは今日は思います。まあ、今回はもう南雲に普通に KO で勝って南雲とは絶好すると話をしました。絶好はしなくてもいいと思うんですけど、ね、そうですね、はい。まあ、逆に山崎選手の戦った後はね、はい、YouTube にお互いこう出たりしてましたもんね。うち、ねはい、にご飯食べに来てくれたりとか。そうですね。これ福島さん、はいはい、他に何かこう豆知識みたいなのありますか。ありますよ。あの堀選手は青森山田の野球部だったらしいですよ。そうですね、名門ですよね。名門で運動神経が良くて、でもあの首になって激太りしてあだ名がドドリアだったらしいです。なるほど、あのドラゴンボールのキャラクターですね。はい、ね、なるほど。また試合の展開には一切関係のない、はい、すみません。ありがとうございます。いや、そんなことです。左ボディ。さあ石川さん、はい、この2ラウンド目今1分を経過したところなんですが、いかがでしょうか、うん、お互い出方というのは。そうですね、あの堀井選手やっぱりちょっとあのもうちょっと、うん、パンチだけじゃなくてもうちょっとね、あの捨ての技とかを出すことによって強力なパンチですね、それが当たるんじゃないかなという展開に見てますね。はい、これ展開的には少しこうどっしり自分のやりたいことを、まあ、無理やりでもしていこうという南雲と何か仕掛けていきたい堀井のように見えるんですが、そうですね、はい、ちょっとね、あのバックブローもあの何とか流れで出してるんで、ちょっと多分、ね、あの堀選手は身体能力高いので、はいはい、しっかりと狙い澄ませばスパーンと当たるような気もするんですよね。右のパンチで迫っていくのは南雲です。まあ、堀井翼は3つのラッキーパンチを用意してちょっと、あ、大丈夫でしょうか。今大丈夫です。吉村がこのフレーム対決ローブローを一瞬ヒヤッとしたんですが、今インロー入ってこようというところ、今福島さん思わずうわという声出ましたけどもね。出血あですね。かなり右のわ眉おびただしい選手ってね、試合中にこの傷はまずいっていうの分かるんですよ。うん、だ堀選手がね、あ、これはやばいっていう意味であーって言ったのかもしれないですよね。あ、結構出てますね。なかなかこの2人の勝負はしっかり決めさせてくれないですね。すんなりいかないですね。待っていいですかね。あ、パンチ、あ、パンチだ、パンチか、パンチ、あ、左のパンチですね。これ有効打ですね。有効打ですね。時計が止められております。これがね、血が止まったとしてもちょっとこの中盤以降まだまだ危ない場所ですよね、堀井選手にとっては。かなり深そうです。あ、結構まあ、ラウンドでインターバルになればね、ワセリン結構埋めて止血することも可能なんですけどね。あと53秒ですからね。そうですね、はい。まあ、当然ただ山崎選手、はい、これ南雲は狙いに行きますよね。まあ、そうですね、はい、勝負ですから、ね、お、あ、いけそう、いける、はい、再開できそうですね。左のパンチが、あ、大丈夫でしょうか。再開できるよう、こっからが本当の勝負かもしれないですね。試合を再開します。さあ、第2ラウンド残り50秒、約50秒というところから試合が再開されています。うん、南雲選手がね、狙いに来るところを堀選手が逆にカウンター合わせるとかね、そういう場面期待したいですね。ただプレッシャーをかけていくのは南雲、右のミドルキックは堀井です。左のフック、もう一つ硬い音がした。南雲選手のパンチ一発一発やっぱ重たいですね。はい、もともとはこうグローブをせずバンテージだけを巻いて打ち合うラベーという競技が取りました。右のフック、これはダウンです。これはダウン、レフリーはダウンを取りました。今の致し方ないですね、タイミング的にも。あ、そしてまた出血、あ、ポトポトです。残り試合時間が約10秒というところなんですが、第2ラウンド再び今一発南雲がダウンを奪って、そして時計が止められているという状況です。リプレイ、この右のフックです。そうですね、顎へのクリーンヒットではないけど、ちょっと、タイミング的に、そうですね、ガクッとよろけてしまいました。はい、堀井はすぐ違う違うとアピールしたんですが、レフリーはダウンを取りました。そして再び出血ということで現在時計が止められております。残り約10秒という第2ラウンド。そ
なんとかね決着戦ですからね、うん、やらせたい気持ちではドクターもあるとは思うんですけど、ナグモンは両腕を組んで何か精神集中力を切らさないようにという表情にも見えます。大丈夫そうですね。ドクターがチェックを終えて1回離れました。もう次あんまり出だすとちょっとストップになるかもわからないですけど、なんとか山崎さんですから、堀にとってはこのラウンドあと数秒しのいでですよね。そうですね、成立させてやりたいですね。バックアンドブロー、右の一発パンチを打っていきます堀です。左のインロー、右のインロー、ここで第2ラウンド終了です。いや福島さん、なんとか堀が耐えましたね、はい、このラウンド。そうですね、あの南雲選手の、はい、あのポーカーフェイス全然変わらない顔が本当に怖いですね。あなるほど、そうですね、はい、生徒どうと言いますか、下でもずっと睨まれてましたよ。そうそうそう、同じ楽屋だった、楽屋って控えてたんですけど、はい、他のスタッフは笑ってたんですけど、南雲、はい、選択見て笑ってくれてたんですけど、南雲選手だけめちゃくちゃ睨んでました。俺のことずっと睨んでました。笑ってなかった。はい、そうですか。試合前にお前何やってんだみたいな。そんな感じでした。なるほど。すいません。ただいい集中力にね、いい集中になったかもしれません。そういった部分が。こちらが南雲です。一つダウンを奪いました。山崎さん、はい、改めてこう2人の戦いぶりという点ではいかがでしょうか。そうですね、南雲選手はやっぱ、まあ、あのダウンも取ってるんで、このラウンド試合運びやりやすいと思うんですけど、ね、堀井選手はもう取り返すだけなんで。そうですね、はい、後ラインで期待しいと思います。さあ決着戦です。初対戦から1年8ヶ月の時がかかりました。第3ラウンドファイナルラウンド、第2ラウンドに1つ青いグローブの南雲がダウンを奪っています。お、足のスイッチを見せます。さあ石川さん、はい、このファイナルラウンドお互いどう時間を使ってくるか。そうですね、本当の意味で堀井選手だって決死ですよね。もうダウンを取られてしまってるし、あの限定的なポイント 1,2 ラウンドは取れてないので、はい、堀井出血のあった右の眉あたりにはしっかりワセリンが塗られています。今パンチで南雲の顎が上がる場面がありました。この前蹴りで距離を取る、右の膝もあります堀井です。ちょっと南雲も山崎さん、はい、1ラウンド結構攻めていましたからね、うん、攻め疲れスタミナがどうかですよね。ちょっと今なんか腹に膝入った時ちょっと嫌そうな顔したり、ね、南雲ホールディングで一つ注意です、うん、そして堀井が石川さん、うん、はい、少し遠い前からの攻撃出すようになってきましたね。そうですね、堀井選手 の, あの三日月気味の前蹴り、あれちょっと堀井選手、南雲嫌がってるような印象見えますね、うん、それで削ったところで攻撃止まったところでパンチを当たれば堀選手の展開になるかもしれないですね。第1ラウンドはお互い回転系の技がありましています。そのフェイントも出しています。この距離感、堀選手いいね、はい、集中力ですね、うん、はい、もう怪我のことはしっかりもう忘れて倒すことに集中できているような印象ですね。もう堀は倒すしかありません、はい、ハーフタイムが経過、1分半が経過しています。ファイナルラウンド、これ福島さん、散々2人とも煽ってくれましたから、はい、ラベイサンダーあるいはラッキーパンチ見たいですよね。見たいですね。やっぱトリッキーな試合をもっとこう想像してたんで、うん、はい、割とここは正面からお互い行っているというね。そうですね、戦いになっています。あの知識不足です。もう一個だけ嬉しいですか。あ、いいですか、はい、南雲選手、はいはい、いつもあのランニングするとき土手を上半身裸で走ってるそうです。ありがとうございます。それはどこから拾ってくる知識なんでしょうか。いろいろ、はい、なるほど、調べてます、ね、ありがとうございます。まずはパンチが交錯する。まだ恐らくランニングでしっかりスタミナ、体を作ってこの決着戦に臨んできました。右の膝、あ、硬い音がした、効きましたね、はい、またどうでしょうか、注意でしょうか、出血でしょうか。今ただ石川さん、完全に南雲は今膝嫌がりましたよね。そうですね、一瞬動き止まりましたね、はい、ラスト30秒でもう一回動きを作れるかどうかですね。一瞬にありと笑った堀井です。さあ、すごい4度目マッチメイクされた因縁の決着戦です。ラスト30秒切っています、うん、あ、かなり南雲が嫌がっていますね。そうですね、お腹、うん、嫌がってますね、動き止まってますからね、うん、ここでタイムストップ。あ、ホールディングに、ん、なんとイエローカードということは限定1、こうなると山崎さん、ね、さっきの堀井選手のダウンが
帳消しですよね。まあ2点取られてるのか1点取られてるのか、まあ、確かに微妙なところなんですけど、もしかしたら。さあ残り10秒、残り10秒、ね、このラウンドのポイントもありますからね、うん、そうですね。さあラスト、さあ血を流しながら堀井が迫っていく、パンチの打ち合いだ。うわ、しかし南雲も倒れない。ここで終了のゴングです。すごい、このジャッジのポイント次第でどうなるか、はい、さあ減点しそう。そうですね、福島さん、最終ラウンド減点が南雲の方にありましたから、はい、まあ、一つダウンを奪っているとはいえ、これで判定が分からなくなりました。お待たせしました。最後判定結果をお知らせします。決着がつかない場合は1ラウンドの延長ラウンドも用意されています。ジャッジ三浦28対27、青南雲、一人目南雲、ジャッジ梅木28対28、ドロー。ジャッジ岡田28対28、ドロー。以上判定1対0、規定の票数に達していません。これより1ラウンドの延長戦を行います。ジャッジが2人以上1人の選手を支持しませんでしたので、はい、延長ラウンドです。すげえ面白い。これただ今石川さんね、はい、判定聞いた瞬間、うん、ガッツポーズをしたのが堀井、はい、ガクッとうなだれたのが南雲でしたね。はい、そうですね、もう精神的な部分、フィジカル的な部分、どっちもそれが表してますよね、はい、山崎選手、はいはい、これ選手にとってはですね、はい、まあ、いろんな思いがある延長ラウンドだと思うんですが、そうですね、もう何ヶ月もかけて作り上げてきたんで、まあね、ここからがもう一つ最後の勝負というか、まあ、勝ちたいという気持ちが上回った方がやっぱ前に出ると思うので、まあ、やっぱちょっと最後延長聞いた時にうなだれたのは南雲選手、ちょっとその方が気になりますね。そうですね、はい、お腹も効いてるところで最後パンチも効いちゃったので、うん、ちょっとねメンタルですよね、はい、そうですね、切り替えできるかこの時間 で、はい、福島さんは、はい、最後どんな3分間期待されますか。やっぱりもう出し切ってほしいんですけど、うん、やっぱり精神状態は堀井選手の方が有利じゃないかなって、はい、今思ってますね。なるほど、じゃあ最後に一つだけ、もう一つ豆知識お願いします。あ、はい、南雲選手なんですけども、愛犬家で、一緒に犬と、ね、一緒に寝てるのはよくアップしてるんですけど、大丈夫ですか。ちょっと待ってください。堀井が迫っていく、はい、堀井が迫っていく、南雲ちょっとフラフラ、グロッキー状態だ。気持ちを入れてきましたね。まだ倒れません、倒れることはありません。左のフックを振ってきた、そこに堀井が、そうですね、迫っていく。右の膝、かなりボディも効いています。あ、でも左の怪我だけ心配ですね、堀井選手は。来い来いと呼び込むのが南雲、前に踏み込んでいくのが堀井翼です。これ堀井の右、あ、いや石川さん、これ2人とももう体力はかなり消耗していますよね、はい、そうですね。再び堀井は出血、これ本当に山崎さん、うん、はい、もう気持ちだけ、そうですね、もうここで男乗せるかどうかですよね、うん、ファイターやってる以上はプロフェッショナル乗せないと。これ何を思ってこういう時戦うんですか。いや、もうでも勝ちたいという気持ち一心ですよね、うん。さあ1分経過です。南雲選手の鼻血もすごいですよね。そうですね、南雲も鼻血、そして堀井は傷がちょっとまたね、そうですね、開いてきましたね、出血があります。表情が赤く染まっている。そうです、ね、最後の最後でね、南雲選手のパンチが、ね、ダウンじゃなくてクリーンヒットしただけでもやっぱりね、かなり傷が開いちゃうと危ないですからね。南雲も返り血で顔真っ赤です。果たし合いになっています。お互い赤鬼だ。堀井が前に向かって倒したか、これはダウンではありません、これはダウンではありません。すごい死闘ですね。そうですね、果たし合いです。あ、かなり堀井の出血、あ、結構コーナーポストに血がだいぶ溜まってますね。ニュートラルコーナーですね。これ血が出ることでの石川さん、こうスタミナへの影響ですとか、はい、そういうものもありますか。そうです、僕もここまでボタボタと止められずに試合してきたことないので、はい、やっぱ焦りますよね、いつ止められちゃうんだろうかっていう、そっちの、はい、なるほど、なるほど、はい、それで集中力変えちゃうんですよ、
もちろん必要以上にガードをしなきゃいけない。そうですね、うん、それがね、あの普通のガードじゃなくて止められたら終わっちゃうんだっていう、そういう、うん、ね、心配になっちゃいますからね。まだあと1分70約75秒ですね。そうですね、はい、うん、この2階席からもパックリ傷口見えますね。いや、まさに山崎さん、はい、これラウェイの試合みたいな、この2人のね、そうですね、状況になってきました。血だらけですね、はい、まあでも最後残り1分ちょいなんで見たいですね。見たいですね。つけたいですね。延長ラウンドはマスト判定ですので、はい、必ず決着がつきます。まあ、このね、今なんていうかインターバルの休憩の時間で南雲選手スタミナがね回復できてますからね、はい、再開できるようです。あ、ちょっと血が目に入っているでしょうか。あ、しかし堀江はもう改めて闘争心に火をつけて前に出てきます。対する南雲、左のボディ、ちょっとお互い動きが戻ったでしょうか。ジャッジはこのラスト1分を見ますよ、はい、残り1分を切っている、エクストララウンド、延長ラウンドです。最後の最後の、ね、延長、どっちが有利なポイントを、ね、作れるかですよね。ここでブレイク、まだまだここから分かりますよ、試合は、はい、ホールディングが注意がありました。左の前蹴りは堀、ジャブもついてくる、右のミドルまでつなげてきます。ちょっと投げ物攻撃が止まったでしょうか。また足元がおぼつかないか、力が入らないか。そこに右のパンチ、ストレート、下がった投げ物、左打ち込んでくる投げ物です。カウンターの左のフックは堀、残り20秒を切りました。立っているのも精一杯、死闘の中で、さあ果たし合い決着戦、どちらに外貨が上がるのか。お互い血で顔面を真っ赤に染めながら、さあ残り10秒を切った、うわどうだ、ダウンだ、うわダウンを取った南雲だ、うわ最後南雲のダウンを取った。やってきたぞ、本人選手の方が多かったのにな。もう残り時間がありません。ここで試合終了のゴングです。そうですね、ダメージ的なダウンじゃないにしても踏ん張ればダウン取られなかったですね。体力的な部分でバランス崩しちゃったところかな。リプレイ見たいですね。そうですね、はい、最後10秒を切ったところで延長ラウンド、南雲がダウンを奪いました。いや本当に福島さん、第1試合からすごい試合です。判定結果を、さあ判定です。はい、お知らせいたします。ジャッジ岡田10対8、青南雲。ジャッジ梅木10対8、青南雲。ジャッジ三浦9対8、青南雲。以上判定3対0をもちまして、勝者青コーナー南雲大輝。お聞きいただいた通り、ジャッジは三者ともにこの南雲を支持しました。延長ラウンド死闘決着戦、制したのは南雲大輝です。これによって石川さん、南雲は初めてリンク上で戦って、はい、この K-1 ジャパングループ初白星ということで、まあ、そうですね、そうなりましたね、はい、改めて理解して、今リプレイ出ますね、はい、これ最後の延長のラウンドの場面、うん、やっぱレフェリーのタイミング角度としては致し方ないけど、ちょっとまあバランスを、バランスそうですね、はい、グローブもね、側頭部に当たってるのは当たってるんで、これはジャッジのレフェリーのね角度によってこれは仕方ないと思うけどね、まあ堀選手としては仕方ないです、まあ痛くないところですよね。そうですね、はい、オープニングマッチ因縁の決着戦、本当にね、最後の最後まで岩木の試合でしたね。そうですね、はい、ね、お互い血みどろになりながら戦いに起きました。制したのは南雲大輝です。